どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またお人形さんでこんな感じで前髪のスタイリング方法をやってみました。で、前髪のスタイリング方法って言ってもいろんなやり方があって、例えばじゃあストレートアイロンで巻くことだったりとか、まあ、マジックカラーで巻いたりとか、まあ、コテでやられる方も多いかなと思うんですけど、なんか形が良くなかったりとか、あとこう持ちが悪かったりとか、結構なんかそういうお悩み結構多いかなと思うので、まあ、それも今日は解決できるようなスタイリング方法をやってみましたので、よかったら、スタイリングでお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあまず横の髪の毛をダッカールで留めておきます。次にストレートアイロンで前髪を通していきます。櫛で一度通してアイロンを軽く入れます。少しその時にこう丸みが出るぐらい少し湾曲させてやるとバランスが良くなります。で、巻いた直後本当にすぐに前髪を、まあ、半分に分けて上下に、で、マジックカーラーを巻いていきます。このマジックカーラーの大きさはだいたい32ミリぐらいの大きさで、上の部分と次下の部分を巻いていきます。少しこう上に上げるような感じで巻いてあげるといいかなと思います。前髪の引き出す角度です。少し上気味で引き出してあげるといいかなと思います。で、まあ、大体30秒ぐらい、自然で置くんだったら置いてもらって、でその後に外していきます。だいぶこのままでも綺麗に前髪は出てますが、結構持ちが悪かったりとかするので、その時とかはスプレーをこの櫛のところにスプレーを振りかけて、で前髪の内側を溶かしてあげます。そうすることによって汗による、カールの取れがなくなったりとかするので、結構持ちやすかったりもします。内側の部分も、まあ一番なんですか、おでこに近いところと次真ん中の部分ですねをスプレーをつけてなじませてあげます。あまり上の表面の部分はつけない方がカールの持ちがいいかなと思うので、表面はあんまりつけないようにしましょう。こんな感じで前髪が仕上がりました。ストレートアイロン入れてマジックカーラーを巻くことによって形もよく持ちがいい前髪ができますので、前髪のスタイリングでお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。